ラケットガットによってボール飛ぶ飛ばない感じるさ。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあちょっと紛らわしいタイトルなんですけど、今回は、はい、もういつも思いつきで上げてますね、すいません。ガットこれを同じガット貼っててもだしですし、その飛ぶ飛ばないのね、差っていうのはどういうことなのかというのをですね、私の個人的な視点からお伝えしていきたいと思います。もしよろしければ、こういうボタンとチャンネル登録ですね。よろしくお願いいたします。なんか割と最近ですね、登録者数はそこまでですけども、なんか視聴者維持率が結構伸びてるんで、結構ちゃんと見てくださる方ね、見ていただいてるんかと思ってね、ありがとうございます。まあまあ、初めはこう、登録者数増やすこととかね、いろいろとこう悩んでたんですけども、まあ相方がね、いやでももう加藤さんの思うようにやった方が良くないですかつって、なんか、だってすごいいい動画なんでたくさん、まあそれはね、そういう言い方してないですけど、いい動画ね、たくさんあるし、実際はテニスコーチっていうのが職業なんでっていうのでね、まあちょっと思いの丈をこう打ち明けると意外と良いというのですね、やっぱちゃんと聞いてもらえてる方が、コメント見てても、すいません、毎回いただく方ありがとうございます。コメント見ててもですね、やっぱりなんか、あ、すごいちゃんと見られてるなっていうので、はい、もちろん自分のお客様も何人か見ていただいてるって、直接のね、リアルの。でもね、いや、ちょっとこれなぁと思って、別になんか、スクールのこと言ってないけど、そうやって撮られたらなぁと思いながらですね、まあまあ、本音で今まであった20年間のですね、テニスコーチの経験上、いろんなお話を伝えています。で、まあ今回なんですけど、その、ボール飛ぶ飛ばないっていうですね、はい、ちょっとごめんなさい、ここにアンチョコって誰かな、はい、カンペを用意しながらお話したいと思うんですけども、まあ、飛ぶ飛ばないの差って、これ、まあ、今回ちょっと3つですね、僕ポイントを上げていこうかと思ってちょっとメモをしてたんですけど、飛ぶ飛ばないの差って、まず、人によって全然違うんですよね。だから、スイングで全く変わってくるんですよ。例えば、だから、なんだろう、ボールをね、ここでスイング止まっちゃう人いるじゃないですか。なんか振ってるけども加速しない人。スイングスピードは普通なんだけど、こっからポンって加速しない人だったりとか、もう当てて打つ人とか。ね、あとは逆にボールをちゃんと潰せて打ててる人。まあまあ大きく言うとその3パターンぐらいかな、なるんですが、それによっても全然飛ぶ飛ばないって、変わってくるんですね。なので、やっぱり、その飛ぶ飛ばないって人によって違ってくるっていうのを頭に入れといた方がいいと思いますし、まあより理想的なのは、やっぱり、スイングスピードが安定して速くて、さらに当たってから加速。で、当たって、加速とスイングスピードの違いって、スイングスピードでも全体にこう振る感じですけど、加速ってこの、全体も速いんだけど、当たってからスッと。逆に言えば、スイングスピードが速くなくても、当たってからキュッてこうやって加速してる。サーブもそうですけど、この加速している打ち方をしている。まあ、グリップがついてるね、サーブの場合はね、ヘッドがこう走っていかないですから、加速は難しいんですけども。っていうので、判断していった方がいいと思いますし、まあ、たまにね、まあこれはまあもう長いコーチやってもそうなんですけど、スイング全然ラケット加速しないけど、ボールが飛ぶって言われる方も過去にもいらっしゃったことあって、まあなかなか言いづらいんですが、仲良くなった場合ね、いや、スイングってこうなんでね、こうして、飛ばした方がいいですよって。要は、ボール飛ぶからってテンションどんどん硬くしていくんですよ。で、硬くしていくとも手首痛めるし、肘痛めるし、もういいことないんですよ。で、特にナイロンとかね、当時ナチュラルとかだったらまあ上げてってもね、55とかでもいいかもしれないです。ポリでだんだんね、そのスイングが遅くて加速しなくて、上げていく。これでよくある怪我の王道。上げていく、張り替えがもう3ヶ月以内行われない。で、ゲージが太い。もうこうなってくると、ここまで来たら僕も、ちょっと、いや、これはやめといた方がいいんじゃないですかねっていう、こう、のは、するようにはしてるんですけど、っていうので、スイングでやっぱ全然変わってくるんで、だから、なんだろうな、テンションだけ聞いてね、あ、それ、柔らかいねとか、あ、それ硬いねって、もっと出したらいいよっていう人は、あまり参考にならないと思います。その人の打ち方があるので。で、まあ、その後自分のスイング遅くてもね、こうやってね、コントロールつけて別にボールの勢い殺して打つからいいんだっていう人はそれでいいと思いますし、ただその正しい飛ぶ飛ばないっていう判断の基準になった時は、今回ね、今お伝えしていることが、やっぱ、
ちょっと念頭に入れといた方が、いろんな人にいろんなこと言われますしね、そうなってくるとね、自分の中でこう収集つかなくなっちゃったりとかね、また前相談を受けますね。この人にこう言われた、なんか一緒にテニスやってる人にこう言われたんだけど、どう思いますかって、いやもう本当にそんなやつ何を基準に言ってんだと思いながらも、まあその方悩んでたら、まあここでこういう理由でね、で丸々さんのスイングはこういう感じだから、多分ここのあれなんですよね、だから別にこれは硬い必要ないし、もしこう感じるんだったら硬く張ってもいいし、柔らかくしてもいいしっていう話を、していく。そもそもゲージも違えば感じ方違いますしね、そういった知識の上で言ってるのかどうかっていうのもあるんですけど、まあそういうのでこう飛ぶ飛ばないっていう差は、出てくると思いますね。だからまあその正解ってわけじゃないですけど、限りなく、まあ、正解に近いのは今お伝えしたことで、まあ多くはまあね、誤解されながらこう人にこう言ってたりとか、こうね、だからテンション高い低いとか、飛ぶ飛ばないっていうのは、ボール飛ぶ飛ばないっていうのは、その人のスイングによって変わってくるっていうのを頭に入れながら、こういうスイングをしていく中で飛ぶ飛ばないっていう判断をした方がいいっていうのが、一つ目ですね。で二つ目、まあちょっと重なってきますけど、まあテンションって言うけど、結局はそれが前提になってるので、結局テンションよりも自分のスイングを振り返った方がいいと思いますし、だからできる量販で、まあ量販もそうですけど、専門店の方とかもやっぱおっしゃってますけど、やっぱり実際のテニスを見てない。実際のテニスを見てないから、もうすごい話聞いてたら、すげえもうロジャー・フェデラーか、みたいなね。もうね、もう今、ロジャー・フェデラーはもう引退しちゃったから、あれか。まあそれこそ、まあなんだろうな、メドベンみたいなとかね。まあとにかくもうスイングはめっちゃ速いとかね、実際はそうでなかったりする。自分のイメージとね。はい。まあよくね、ジュニアの子で一生懸命ね、試合に出てて、まあ育成まで行くとあれだ、そうじゃなくてね、試合が負けました。相手どうだった？いや、もうゼロで一個も取れなく、もうほとんど取れなかったです。もうね、僕がサーブ打ったらサイドバイサイドで、もうコーナー疲れて全く動けませんでしたって、いや、そんなわけないじゃん。そしたらもう、世の中のテニスの、選手みんなテニスの王子様みたいになるし、日本だと本当にそれこそね、ジョコビッチ、ロジャー・フェデラーになるって日本からもいっぱい出てくるじゃんって、その中学校とかの予選のレベルでね、そういう人がいたとしたらっていうので、ね、まあまあそういうのは、まあ話をあれ、ね、戻しますけど、ごめんなさい、脱線しちゃってね。まあというので、まあだからそのテンションっていうのは、まあ一概にですね、何ポンドがいいっていうのはね、でやっぱりそのコーチの方とか長い間テニスされてる方は自分の感覚ですごく低く張ったり高く張ったりされるんですけども、一般の方はあんまり真似しない方がいいと思いますし、もし真似したいのであれば、本当にまずはガットは豆に張り替える、1ヶ月2ヶ月に1回は張り替えていかないと本当の良し悪しって分かってこないと思いますのでね。あとやっぱりポリガットって今主流になってますけど、やっぱりテンションロスって大きいですから、ポリガットの中でテンションロスの少ないとかね、多いっていうのはあると思うんですけども、まあですね、そこら辺って結構ね、テンションというよりも、まず練習することと豆に張り替えること、そして自分のスイングを 見直しながら飛ぶと飛ばないっていうのをね、こう判断していくのが大事だと思います。まあ、というような感じで、まあ、基本的な考えっていうのは、自分のスイングありきで、自分のスイングを今後どうしていきたいの、その中においてこのガットは飛ぶのか飛ばないのかっていうですね。なんかね、これはまあそういうギアにね、詳しい方とか、まあそういうこうテニスのね、グッズとかギアにこう従事されてる方お話するんですけど、結局のところガット張り替えないのに飛ぶ飛ばないとか、ガットをこうなんだろうな、ガットをなんかこうすごいこう賞味期限のないものだと、ガットも生ものと一緒なので、まあ、お腹を壊したり体に入れない分だけですね、放置しててもいいんですけど、それだけやっぱり腕にも衝撃きますから。その飛ぶ飛ばないの判断っていうのは、やっぱりスイングありきで、例えば、結構ね、まあ、一般的には昔から50前後とか言われたりね、50よりちょっと高いって、ナイロンとかナチュラルの時のこの、僕のあくまで個人的にいいですよ、が強くなっているんで、まあ、なるんですけど、結構ね、うちアスリートレベルの選手が3人、一緒に仕事させてもらってますけど、やっぱり、テンションはね、どっちかというとやっぱりみんなね、一般的には高く張りすぎてる傾向があると。だからそれこそ、選手レベルでスイングスピードなんてね、僕の3倍ぐらいあるんじゃねえかっていうぐらいの、子たちでも、やっぱりそんな高くは張ってない。40代とかの方が多いですね。うん、で、やっぱり、あとは最終的に切れたり削れたりしないのであれば、あまりガットって飛ぶ飛ばないを判断するのも、いかがなものかと。
ある程度ね、こうこうやって、まあ、いつもやりますけど、こういうカチッカチッって音がね、本当に使用して4、5回ぐらいで鳴り始めていくんだったらいいんですけど、まあ、全くなんか鳴らないとか、なんか逆にグニャンってなってそんな音がしないとかというのであれば、まずはガットを見直した方がいいと思いますし、飛ぶ飛ばないの判断はその次ですね。切れる、まあ、ある程度スイング、3ヶ月以内ガットが切れるとか、もっと切れそうになるっていう方であれば、これは高い低いの判断は必要だと思うんですけどね。まあナイロンだったらささくれる、ささくれないとか、ナイロンだったら切れたりすると思うんですけどね。あと横がささくれるとか、そういった場合ですね、は OK なんですけども、まずは飛ぶ飛ばないの前に、そういったですね、基本的なことをこう把握しながらやっていただいた方が、テニス上達につながると思いますよね。よろしければご参考ください。今日これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。